処方箋、処方箋、処方箋 A、A とは、診療所や病院などの医療機関にて診察を受け、医師、歯科医師、獣医師が医薬品を処方するために、薬の種類と、その服用量、投与方法などが記載された、薬剤師が調剤に用いる文書である。一般に、処方箋医薬品は、この処方箋がなければ入手することはできない。 線の字は2010年に常用漢字となった。そのため、改定前の法令では処方箋と表記される。病院や診療所、クリニックを受診して、会計時に渡されるもののほか、入院患者に対して、病院、有勝診療所の内部で医師から、院内薬局の薬剤師に対して渡されるものがある。その場合は、一般的な内薬や外用薬以外に、注射薬や点滴薬など、 医師や看護師による投与が必要な薬品も含まれる。本項目では主に全社の通院受診の会計時に渡される処方箋を記述する。日本の場合、医療機関を受診した場合では、遠隔地への転居や旅行などといった特殊な事情がない限り、処方箋を発行することは少なかったが、本来医師法22条には処方箋の交付義務が定められており、 1990年代以降の、いわゆる医薬分業の方針にも基づき、原則として患者は、処方箋を渡されて、調剤薬局へ提出して薬を購入する方式に、改める医療機関が多くなった。現状のシステムでは、処方箋は、病院で受け取り、薬局で提出するだけだが内容を把握できると医師の不注意に気づきやすくなり、また他の医師にかかる時も、 服薬状況を正確に述べることができるようになるので、何かと便利である。お薬手帳もまた、服薬履歴を調査するのに便利である。処方箋は、医師から薬剤師に対する、調剤指示書とされる誤解がある。しかしながら、薬剤師は、法的にその処方医の指揮監督下にあるものでは、決してなく独立して、業務を行う。処方箋とは、一定の資格免許を有する。 薬剤師に医師が指示書通りの調剤することを要求するものであり、一方薬剤師は処方箋に疑義があるときには、それを確認した後でなければ調剤してはならないと、薬剤師法24条に定められており、問題がある処方など正当な理由があれば、調剤を拒否することが薬剤師法21条により、認められている。すなわち、薬剤師は、独立した職能として、 調剤に責任を持つものであって、医師の処方箋通りに調剤をやったからといって、処方箋の不備があった場合、薬剤師の責任になることがある。処方箋の、線、線は2005年当時には、常用漢字に含まれていなかったため、法令を中心に、処方箋表記が多用されている。ただし、その後の2010年6月に、文化審議会が答申した、改定常用漢字表では、 線が常用漢字に追加されている。医師法等により、処方線には以下の事項を記入して交付することが定められている。麻薬を処方する際には以下の事項も記載しなければならない。麻薬及び厚生新薬取締法を調剤済みになった際には以下の事項を記載する。薬剤師法。2013年3月に厚生労働省は 紙の文章を不要にする処方箋の電子化を進めるために2015から2016年までに法令改正の構想があることが発表した過剰な診療や処方を削減する目的がある。用紙のサイズは実規格の A 列5番、いわゆる A5 用紙サイズと記載用式とともに決まっているが A4 サイズ片面印刷で右辺に A5 印字の際の二面相当の部分のみ記載すれば 同様に対処可能で、各調剤薬局の自動受付機に、処方箋用紙投入の際も、A5 サイズに折りたたんで投入できるように配慮すれば、対処可能としている。保険処方箋の有効期限は、無記入の場合は、発行日を含めて原則4日である、日曜祝日もカウントされる。この期間が過ぎると処方箋としての効力を失い、これによって、調剤をすることはできなくなるため、 医療機関にて再発行を受けなければならない。疑義紹介での延長は原則認められていない。これは4日も経てば患者の様態も変化し、本当に投薬が必要かどうか再行しなければならないこともあるからである。当然、薬の在庫を切らしている場合もある。その場合は後日受け取りになるが、有効期限内に処方箋を提出すれば有効。 期限超過後でも受け取ることができる。長期の旅行で薬局に行けない場合等に、あらかじめ有効期限が延長されている、有効期限欄に日付が記載されている処方箋を発行してもらえることがある。診察時に、医師等に相談すると良い。保健処方箋の場合、原則的には、麻薬や抗生新薬や新薬は14、30、90日のいずれか、 処方日数の制限がある。処方箋は薬剤司法第28条により、調剤を完了してから3年間の保存義務がある。細かい分体は医療機関や医師によって差がある。この文章の意味は、アローゼンという一方 0.5g の小薬を1日に法2方、2P、朝夕で2回、2に分けて飲むを14日分ということである。他によく使われる記号としては、 t がタブレットすなわち錠剤、c がカプセルのことである。またツの代わりに分という記載をすることもある。服薬歴を聞かれた場合は、基本的に1日の総量で答えるのが親切である。上の例では、アローゼンを1日 1g と答えればよい。しかし、処方箋に統一した書き方が存在せず、様々な表記法を調べば、対応は困難である。その他の 以前はよく見られた表記を挙げる。疑義紹介とは、薬剤師が問題がある、確認が必要と判断した処方について、処方箋を発行した医師に確認を行う業務である。薬剤師法第24条により、処方箋中に疑わしい点がある場合は、紹介できるまで調剤してはならないと規定されている。また、保険診療における、処方箋の場合は、処方した。 保健医はこの疑義紹介には適切に対応しなければならないと定められている。医療機関では投薬量、処方箋発行量として68点が加算される。通常は救急医療などのケースを除き1.1円で換算されるため10割負担で680円相当。近年処方箋の偽造事件が発生している。 ほとんどは抗精神薬の左手が目的で、このような場合カラーコピーなどを用いて偽造、変造されている。この他にも薬が足りないからと患者自身が変造する意図なく訂正したりするような事例もあり、保健所などが注意を呼びかけている。いずれも有因私文書偽造、公私詐欺、麻薬及び抗精神薬取締法違反などの罪で処罰される。 可能性がある。薬学教育では処方箋の読み方を実習前に行われる教育の一環として教わっている。他方で医学教育では処方箋の書き方を教わらない。このため、まだ医師として日が浅く未熟な研修医や後期研修医は疑義紹介の対象となることが新任薬剤師を含め薬剤師。 特に病院薬剤師にとっては業務の負担となっている事例が多い。最近では処方オーダリングシステムの普及に伴い、とても単純な疑似紹介、例えば散剤の単位がミリグラムと g で誤っていることが多いが非常に増えているのが問題となっている。用法、要量の記載では追加治療と一回量の記載が未だに統一されていない。現状では追加治療記載の方が、 業務上で効率的かつ迅速に調剤が行えるので多くの現場で指示が得られている。薬局薬剤師はドラッグストア薬剤師や病院薬剤師とは異なり、病院や診療所などの医療機関との連携や伝達がうまくいかず、疑義紹介の機会が増加しているのが現状である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。